ベスティーボイストレーナーの鶴さんです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回の動画はですね、先日 BE:FIRST 公式 YouTube チャンネルにて公開された BE:FIRST ジュノンフレイバーオブライフアパートメントバルコニーバージョン、こちらを見て歌声解説をしていきたいと思います。鶴さんの BE:FIRST ボーカルルーム。さあさあ、前回のですねブンブンバック with アパートメントバンドバージョンに引き続き、今回はジュノンのソロ、それで歌っている楽曲が宇多田ヒカルさんのフレイバーオブライフということで、非常に気になりますね。見ていくのが楽しみです。今回歌声解説する動画、まだ見ていない方は概要欄にリンク貼っておきますので、ぜひクリックして見てみてください。鶴さんの BE:FIRST ボーカルルーム、こちらのチャンネルは私鶴さんが大好きな BE:FIRST を筆頭に、マーゼル、BMSG 所属アーティスト、トレーニーの魅力をボイストレーナー目線で伝えるリアクション動画と歌声解説動画をメインで公開しているチャンネルです。今の話を聞いて気になった方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。そして歌声解説に入る前にですね、もうショート動画を見てくださった皆さんは知っていると思うんですけれども、 BE:FIRST のマナトのオーディション前、ザストですね、こちらの歌声から現在の歌声までどのように変化して、どのようなテクニックを身につけ、声の出し方を身につけたのかっていう解説動画を公開する予定です。今週末にですね公開する予定ですので、気になる方はですねチャンネル登録だけでもしていってください。それでは BE:FIRST ジュノンフレイバーオブライフアパートメントバルコニーバージョン、歌声解説していきたいと思います。ありがとうと、あ、柔らかい、あ、いいね、いいね、あ、いいね。今のかすれた感じの裏声がね、歌詞に合った切ない感じが出ていて素晴らしかったですよね。で、全体的に声が柔らかいじゃないですか。この声、ミックスボイスと言われる地声と裏声の中間の声を使っています。で、声の出し方的にはですね、裏声に近いような声の出し方なんですけど、そこにですね、地声の成分である肺の中の声の響き、胸腔共鳴って言うんですけど、こちらをブレンドすることによって今のですね声質が作られています。もう一回聞いてみましょう。そう、この辺がミックスボイス。あ、いいね、あ、いいね、いやー素晴らしい歌声ですね。さすがジュノン。しかもアカペラですよ。めちゃくちゃ貴重な歌声ですよね。次いきますよ。あ、いいね、あ、いいね、アコギ、うわー、いやーたまらないですね。こうジュノンの優しい声に温かみのあるアコースティックギターのバックの演奏、素晴らしすぎる。もう一回聞いてみましょう。そう、これここがねいいよね。あ、いい。で、裏声のところも良すぎてニヤニヤしちゃいますね。裏声のところはですね、後ろに声をですね引くようなイメージで声を出しています。後ろに引くようなイメージって言われても多分ピンとこないと思うんですけど、皆さんぜひ今 Hey って言ってみてください。せーの、 Hey、 やりましたか皆さん。この Hey っていう声の出し方がですね、声を後ろに引くっていう感覚です。で、ちなみにおーいって言うと前、へいって言うと後ろっていう感じですね。で、後ろに引くイメージで声を出すと優しい声が出ます。で、前に出す声、こちらがですね強い声になります。ぜひね、カラオケとか行った時に試してみてくださいね。次いきますよ。あ、いいね、この裏声の切り返し。あ、ギターも生演奏なんだ。あ、いいね、いいね、生演奏じゃないですか皆さん。いや素晴らしいね。非常に貴重なシーンだと思うんですけど、ギターを弾いてる方がですね、僕の同級生に似てて今ちょっとびっくりして、あれ本人かななんていうふうに思っちゃったんですけど、すいません、余談でしたね。
早引きナスノっていう名前でですね、 YouTube やってるんで、ぜひ気になる方はですね見てみてください。いやそれにしてもね、やっぱりね素晴らしいですね。地声から裏声に切り替えるポイントがですね、あえて声質の違いがね一瞬わかるような感じの歌い方をしていたかなというふうに思います。もう一回聞いてみましょう。ほらここ、今のとこ、ほらここここここで、これどういう風に声を出してるかというと、僕のね歌声解説動画を見てくださってる方は聞いたことあると思うんですけど、声を出す方向のイメージ、こちらがですねあえて裏声と地声で分けてるんですよね。これを統一すると地声と裏声の切り替えのところがスムーズにいくんですけど、若干ねこう味を出したかったのかな、少しだけ地声がこうだとしたら裏声でちょっと上げてるんですよね。こうすることによって今のジュノンの地声と裏声の切り替えみたいなね、こう声質の差がちょっとだけ分かるみたいな雰囲気が出てきます。次いきますよ。おい、あ、一気にこう音域が低くなりましたね。で、ここでジュノンが BE:FIRST では普段使わない胸腔共鳴メインの声質になってます。で、胸腔共鳴の響きってさっきも言ったんですけど、地声の成分が非常に強い声が作られるポイントです。で、ここメインで声を出すとですね、どういう風な声質になるかというと、太くてたくましい感じの声質になります。もう一回聞いてみましょう。ほらほら、すごい男らしい声ですよね。あ、いいね。あ、今の一番低いところはですね、胸腔共鳴の響きをキープしながら鼻に声を入れてますよね。で、このぐらいの音域って男性でも結構低い音域 で、そのまま胸腔共鳴の響きだけで出してしまうと、うーみたいな、こういう重い感じの声質になってしまうんですけど、そこで鼻に声を入れてあげるとですね、あー、ちょっと軽くなりましたよね。鼻に入れないと、あー、鼻に入れると、あー、この違い、しっかりね、コントロールして今歌っていたと思います。で、低い声っていうのは、やっぱりこう、もこもこして、歌詞の輪郭だったり、そういうのがこう、ぼやけてしまうんですよね。なので、低すぎる音域っていうのは、鼻に入れるっていうのがセオリーになっているんで、ジュノンはね、それをやっていたと思います。次いきますよ。あ、いいね。あ、いいね。ああ、たまらない。なんか、ストリートライブを見てるような、すごいこう、なんか身近に感じるような歌かなっていうふうにね、僕ちょっと今思っちゃって、いつもね、キレッキレのね、かっこいいパフォーマンスをしながら歌っているジュノンじゃなくて、こうなんかね、アットホームな空気感を感じて、すごいね、心がほっこりしちゃいますね。もう一回聞いてみましょう。あ、いいね。本当にね、なんかこう、鼻歌歌ってるみたいな感じ。あ、いいね。ここはね、高くなったところの声がね、すごくこう、なんかキュンキュンしちゃいますよね。すいません、なんかね、歌ってる時にね、話しちゃう。なんかテンションが上がりすぎて。本当になんか、日常生活をしてる中で、こう、鼻歌で歌ってるようなね、それぐらいまで、アットホームな感じがします。すごく嬉しい、こういうの。次行きますよ。あ、いいね。あ、やっぱうまいね。で、今の声はですね、もうすでにこのぐらいの音域からミックスボイスに移行しようとする声なんですよ。で、どういう風な感覚でこの声を出してるかというと、鼻の空間をですね、広めに使います。あくびをしている時の鼻の状態っていうかね、ちょっとね、複雑な体の使い方になるんですけど、そこにこう声を当てるようなイメージですね。で、それプラス腹筋と背筋の支えに胸の支え、この二つを組み合わせることによってこの声が出てるんですよね。非常に難しい声の出し方をしてるんですよ、実はジュノンは。ただこの声の出し方ができると裏声の最高音までしっかりとした地声の張り感を表現した歌声を作ることができるんですよね。もう一回聞いてみましょう。うい、せいで、せいで、ここがね、めちゃくちゃかっこいいですよね。最後ね、フォール、音をね、こう投げ捨てるような、せいでみたいな感じの歌い方がめちゃくちゃかっこいい。で、今ちなみにですね、ジュノンに近いような体の使い方で声を出してみました。せいで、
こういう感じですね。地声でやると、せいで、ちょっと強い感じになるんですけど、ミックスボイスを使うと、せいで、こういう感じのね、柔らかい声質になります。次いきますよ。あ、いいね。あ、いいね。こうね、あっさりと歌ってる感じがめちゃくちゃかっこいいですよね。で、あっさり歌ってるんですけど、みたいな感じと複雑なね、音階を歌っててね、ここがすごいですよね。難しいフレーズをさらっと歌っちゃうジュノンのね、この歌唱力の高さ、素晴らしいですね。もう一回聞いてみましょう。すごすぎて本当に笑いが出てしまいます。で、ちょっと思ったのがですね、以前に比べて歌声に地声の要素がですね、すごくこう増幅しているなというか、まあ全体的にね、いつも BE:FIRST で歌ってる歌の音域に比べてね、ちょっと低めな音域を歌ってるっていうのもあるんですけど、先ほどから言ってる胸腔共鳴の響きがですね、非常にこう強い声質に変わっているかなというふうに思います。だから歌声が綺麗なだけじゃなくて、男らしい感じも出てきてますよね。これね、地声の成分、胸腔共鳴の響きがブーストされている状態で歌っているからなんですね。次いきますよ。あー、いいね。すいませんね、細切れで止めてしまって。男らしさが増したジュノンの歌声がですね、非常に素晴らしすぎますね。で、全体的にですね、さっき言った平易の後ろに引く声のイメージなんですけど、鼻に入れるっていう感じの声の出し方をしています。もう一回聞いてみましょう。いいね、このベイベー、このいいね、めちゃくちゃかっこいい。次いきますよ。いいね。で、胸腔共鳴の響きがですね、音域が上がっても全然ブレないんですよね。だからすごい声の安定感がですね、前面に出ています。素晴らしい。もう一回聞いてみましょう。はい、ありがとうと。あ、いいね。ありがとうと、こういう感じですよね。ちょっと声質はね、さすがに違いますけど、体の使い方的にはこういう感じかな。しっかり胸の支えを使って、腹式呼吸で息を吸って、腹筋背筋支えで鼻に入れる。そうするとありがとうと、こういう感じのね、声質。もうちょっとジュノンの歌声は今の僕が出した声よりも綺麗に整った感じですけど、体の使い方的にはこういう感じだと思います。次いきますよ。あー、いい声。あー、いい、いいね、素晴らしいね。なんだか切ないの、この裏声のところは今度ね、頭部共鳴って言って、頭を響かせる感じの声の出し方なんですね。で、頭部共鳴で声質を作った場合の特徴としてはですね、声質がめちゃくちゃ綺麗になります。もうほんとね、もう目つぶって聞くと輝いているんじゃないかっていうぐらい綺麗な声質になります。もう一回聞いてみましょう。ほら、裏声めちゃくちゃ綺麗ですよね。ここをこう実践すると、なんだか切ないみたいな、この響きですね。鼻にしっかり入れるんだけど、イメージとしては口から声を出すみたいな感じの発声法、かなりね、複雑ですよね。ただ今回は鶴さんの BE:FIRST ボーカルルームの、まあ、歌声解説動画ね、何本かこう動画出してきましたけれども、一番声の出し方的な部分を細かく説明していきたいと思ってですね、今回ね、こういうちょっとね、難しい感じの内容になっているんですけど、まあ、こういう風な解説をすることによって、ジュノンの歌声の魅力をね、もっと細かい部分まで皆さんに知っていただきたいという気持ちでですね、今回こういう解説の仕方をさせていただいております。専門的な解説だったり、専門的な言葉もしかしてね、使っちゃったりしてるかもしれません。僕的にはね、できるだけ分かりやすく説明しているつもりなんですけど、もし分かんない用語とか、分かんない声の出し方の説明ありましたら、気軽にコメントでね、聞いてくださいね。今回の動画のコメントに関してはですね、全員お返事の方をさせていただきたいと思っておりますので、気軽にコメントしてください。じゃあ次いきますよ。あ、いい、あ、いいね、
いきなりこう地声感が強くなりましたよね。2024年のジュノンはこういった声質で行くんですかね。力強い地声、もしかするとこれが今年のテーマになっているのかもしれませんね。もう一回聞いてみましょう。すごくね、地声が強かったんですよ。ほら、すごく強い。ほら、あ、裏声のところも地声成分足してるから声が太いですよね。いや、今までもめちゃくちゃ凄腕ボーカリストだったのにさらに磨きがかかってますね。いやー、すごいです。次いきますよ。あ、いい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 、あ、いいね、綺麗だね。いやー、これだけすごい歌を歌ってるのに先ほども言ったすごいアットホーム感が出てますもんね。いやー、これはね、寝る前に聞きたいですね。よく寝れそう。そして、まあ、今年のテーマだって言っている地声成分の多い歌声、こちらを使うことでですね、地声と裏声の声質差っていうのを大きくできるんですよ。要は押すところは押して抜くところは抜くっていう、このダイナミクスを今までよりも大きく表現ができます。強いところはめちゃくちゃ強く、弱いところはめちゃくちゃ弱くみたいなね。こういう歌い方ができると感情表現にも深みが出てきますので、今まで以上に歌声の説得力が出てくるんですね。いや、素晴らしいですね。次いきますよ。おい、いやいやいや、今のワンフレーズすごい声でしたね。裏声なんですけど、やっぱり声に芯がありますよね。もう一回聞いてみましょう。ほらほらほら、イエーイの高いところはしっかり鼻に入れて、まあ、鼻中心っていう感じですかね。で、低い音に落ち着いた時に口に声を落としてあげるみたいな感じの歌い方だったと思います。次いきますよ。あ、フェイクポイントかな。あ、終わり？終わりだ。もう一回ね、ジュノンのフェイクポイントを聞いてみましょう。なんかアドリブな感じがするな、今の聞いてみると。うん、こことか、うん、アドリブなんじゃないかな。うん、多分アドリブで歌ってますよね。その時の雰囲気だったりテンションで自然に出てきたメロディーを歌ってるというかね。で、このフェイクっていうテクニック、まあアドリブですね、これをするためには相対音感と言われる音感が必要なんです。相対音感ってどういう音感かというと、一つの音を基準にして、まあ歌だったら歌いたいフレーズをこう探し当てるみたいな音感なんですよ。一番身近な例で言うと、カラオケでこの曲ちょっと高いからキー下げようって言って歌える、これ相対音感ですね。で、今ジュノンがアドリブで歌ったところは、これはもう相対音感の最高ランクって言ってもいいぐらいですね。ギターの音が鳴ってるところに対して自分の感覚で好きなメロディーを歌う、最高の相対音感なんですけど、まあその派生として、アカペラでコーラスができるとかね、そういうのも相対音感です。前にあれですよね、ジュノンリトグリの方々と一緒にアカペラやってましたよね。だからね、もうジュノンの相対音感の素晴らしさはもう立証されてるんですけど、それが今回ね、この部分のフェイクで使ってきましたね。いやー、素晴らしいですね。BE:FIRST ジュノン Flavor of Life アパートメントバルコニーバージョン解説していきました。いやー、もう恐ろしくパワーアップしてるジュノンの歌声でしたね。声にめちゃくちゃ深みがですねプラスされていましたし、ジュノンのね、歌のレベルもともと高いのは知っていましたけれども、今回の歌を聞いてね、音楽的なレベルもめちゃくちゃ高いんだなというふうに思いました。さっき言ったね、相対音感、こちらがものすごいレベルの音感なんじゃないかなというふうに思います。今回のね、ジュノンが歌ったフレイバーオブライフ、こちら歌声解説してほしいっていうコメントを何件かいただいていたので、今回のね、こちらの動画のアップロードめちゃくちゃ嬉しいですね。僕もすごく気になっていたので、先日公開したね、ブンブンバックのアパートメント B バージョン、そちらの動画でも言ったんですけど、最近ほんとバタバタしててテレビを見る時間もなくてですね、テレビ放送まだ見れていないんですよね。なのでね、こういった動画の公開は非常に嬉しいです。これからも BE:FIRST を全力で応援していきたいと思います。それでは今回の動画、これで終わりです。動画の内容を気に入ってくださった方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ではでは、ボイストレーナーの
鶴さんでした。